まあ日本はね、世界最大の天変地異国、災害国やから、慣れてんねん。しかもそれ日本沈没って言われてもね、ああ全国福島みたいにとかね、ああ全国神戸みたいに、あなるほどそうなるだけですかで終わりやったりするで、日本人の場合は。次は私たちの県か都道府県か、うーんって、さあ大変やな、ほらほら来たーって、ほらこっち来いー、あっちこっちーとかな、すぐさまそれになれるから、日本人は。ほんなら日本沈没とか聞かされて、その有名な映画やし、小松左京って有名な SF 作家やし、草刈正雄も有名な、アルバちゃんは復活の日か、まあその海外の話、それ有名な、まだそれ 見たことある世代、うちも見たことあるし、もっと上の世代に来てるし、余裕やし、しかもその予言やたらあんねん、もともと日本が沈没するっちゅう予言は江戸川慶喜だけでなく他にもあんねん、いっぱい。しかも日本って世界最大の予言国家やん、こんなに予言ある国まあないで、普通滅亡予言やたらあんねん日本に。聖徳太子もそうやけど、日蓮もそうやしな、世界有数の予言の数を誇るわけ、予言した先生がたくさんおることや日本には。知ってんねん、小さい頃から聞いてるってば、日本人は。日本滅亡のことについては余裕、じゃあ誰が慌ててんのね、在日も知ってるから、在日のつていうか、在日をとして、やった日本来れたねーって言ってる、そう、ほんまの外人友が、いい、そりゃないよーってなってんの。そうとしか思えんやろ。だって、立見市落ち着き笑ってるやん。どこでも来んねんの、そうやろ、お前ら暗記しとんだやろ。どっか慌ててないか、目覚めようとか言ってんだよ、お前ら。お前らこそ目覚めろ。何がせっかく日本の土地帰ったのに、何でうわーやろ。